皆さんこんにちは、武田塾教務の高田です。今回は東京都赤羽駅にある武田塾赤羽校に行ってみたいと思います。武田塾赤羽校、どんな教室なんでしょうか。それでは早速行ってみたいと思います。はい、それでは武田塾赤羽校の教室の前へやってきました。さあ、どんな教室なんでしょうか。見てみたいと思います。こんにちは。こんにちは。武田塾赤羽校の楠坂先生、今日はいろいろ教えてください。よろしくお願いします。お願いします。それでは赤羽校の楠坂先生にいろいろ話を聞いていきたいなと思うんですけども、じゃあ楠坂先生、簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、改めまして武田塾赤羽校校舎長の楠坂と申します。で、武田塾の自学自習の理念に一つ感銘を受けて武田塾に加わらせていただきまして、校舎長を務めさせていただいております。なるほど。じゃあまず楠坂先生の受験生時代の話とか聞いてもいいですか。はい、実は私高校を中退しておりまして。そうなんですか。はい、そこからですね、大学受験勉強を頑張って最終的には早稲田大学に進学することができたんですけれども、そこでもやはり、自ら学ぶ自学自習っていうのはひどく、大切さを感じたので、その点は、生徒の指導にも役立っているかなと思っております。なるほど。じゃあ高校を辞めてそこからもう独学で、参考書とかも使ってってことですよね。そうですね。で勉強したってことなんで、はい、まさに本当に独学で早稲田に受かった経験をお持ちの、はい、授業なしで受かられたっていう、そういう経歴があるわけですね。はい、うわすごい先生ですね。赤羽校のいいところってどんなところだと思いますか。赤羽校の最大の魅力は多様性だと思っております。はい、先ほどもお話したんですけれども、私自身が高校中退から大学受験を頑張ったという経験もありますし、うちの講師陣が非常に多様な講師が揃っておりまして、東大東高一橋からみんな多様な大学経験を持った講師が揃っているので、必ずどの生徒さんであっても自分に合う講師が見つかると思います。なるほど。もうどんな志望校でも、今どんな状況でも大丈夫だぞということですね。わかりました。なんか特にこう指導で力を入れていることとかってあったりしますか。そうですね、やはり生徒に寄り添うというところで強く意識をしております。生徒によって考え方、価値観、非常に様々なものがあると思うので、こちらから押し付けるのではなく、生徒の考えを尊重するということを意識しております。こんなすごい合格実績あったよみたいな、そんなの教えてもらえないですか。はい、昨年度も非常に多くの大学に合格したんですけれども、国公立でいうと例えば東京海洋大学だったりとか、あるいは、統計マーチにも合格していった生徒さんが多くいます。あ、なるほど。みんなやっぱ最初はあんまり成績が、良くないって言ったらあれですけど、いい判定とか、なかなか普通じゃ難しいところからってことですか。そうですね。はい、わかりました。楠坂先生がこう生徒を指導するときにこう意識していることとかあったりしますか。そうですね、やっぱり一番は、こちらが、ちゃんと熱意を持って指導をする、本気で受からせようと思わないと、やはり生徒ともコミュニケーションだったりとか 理解し合うっていうのはなかなか難しいと思っているので、何よりも私が君の合格を信じているということは前面に伝えるようにしています。熱い先生なんですね情熱がある。あ、すごいいい先生ですね。今までね、いろんな生徒さんと関わってきたと思うんですけど、思い出に残ってることとかってあったりしますか。そうですね、やっぱり最初相談に来た時はなかなか心を開いてくれなくて、本当に科目に勉強しているだけだった生徒が、時間が経ってコミュニケーションを取っていくにつれて、目標を共有できたりとか、笑顔で接してくれる、やりがいを持って勉強してくれているっていう姿を見ると心打たれるものがあります。あ、なるほど。ちょっと変わっていってるわけですね。入塾前と今こう実際に勉強してる生徒さんはやっぱり。じゃあ楠坂先生が今後武田塾赤羽校をもっとこうしていきたいっていう、そういうなんか校舎のビジョンとかってあったりしますか。はい、どういう生徒さんであっても自信を持って、通ってよかったと思える校舎作れていると思うので、多くの合格成功談っていうのをこの校舎に通ったことで作っていけたらと思っています。わかりました。じゃあ、先生たちにもお話聞きたいんですけど、はい、ちょっと先生たちにも話とか聞かせてもらっても大丈夫ですか。はい、ぜひお願いします。先生が武田塾で指導してるときに意識してることを教えてください。
はそうですね、武田塾のそのやり方っていうのをちゃんと身につけてそれを実践するっていうのはもちろんあるんですけど、生徒さんによって本当に性格とか進度とかも違うので、まあ、そういうところを踏まえて、まあ、一人一人に、まあ、合った指導をするように心がけていきます。武田塾のこの自学自習で勉強していく生徒に対して先生がいるからこそ、できることって先生自身はなんかどんな風に考えてますか？そうですね、その一人一人にあったその原因を探って、まあ、それを解決する方法を、まあ、提供してあげるっていうのはやっぱりその講師がいないとできないことなんじゃないかなと思ってて、その独学の方法だけだったら、まあ、そのネットで調べたりだとか、まあ、その YouTube 見たりとかでできると思うんですけど、その子本人がそのなんでつまずいてるのかとか、なんか何が原因で成績が伸びてないのかっていうのをちゃんと分析するっていうのはやっぱり講師じゃないとできないことだなっていうふうに思ってます。葛坂先生、ここは自習室になっています。平日月曜日から土曜日は午前の10時から午後の10時まで、日曜日は午前10時から午後の7時まで毎日使っていただくことができるようになっています。なるほど、じゃあ毎日しかも午前中から勉強できるということで、すごくいいですね。そしたら、はい、非常に好評で毎日みんな集中して勉強頑張ってもらっています。葛坂先生、ここは、はい、ここは特訓スペースになっています。そこで毎日指導が行われています。あ、じゃあ先生と生徒が1対1で、はい、1週間ちゃんと勉強してきたかどうか、はい、正しいやり方できているかどうかっていうのをここでチェックしていくわけですね。はい、あ、いいですね。葛坂先生、ここは面談室になっています。ここで進路相談などの面談、また空いている時間は生徒さんが音読をして勉強しています。なるほど、あれですかね、最初の受験相談とかも葛坂先生がここで話を聞いてくれるって形ですか？はい、まずはここでお話しています。それでは最後に受験生のみんなへメッセージをお願いします。武田塾赤羽校では熱意あふれる講師陣が皆さんをお待ちしています。一緒に逆転合格を勝ち取りましょう。